では引き続きまたやってまいりましょう。はい。レッド弁天狗の給水の注意点を。名水百選。はい。あ、どうぞ。はい。あ？あ？はい。あれが池なんですね。これはペットボトルを持ってこなあかんのかな。ああ、なるほど。で、ペットボトル。あ、それに詰めるタイプが。うん。なんか、マス定食とかこれこれこの水がすごい綺麗なんです。いやこれこそあの僕いつも言ってる飲める飲めほんまに飲める水じゃないですかね。はい、すごい。でもあそこの中の水も綺麗かったもんね。んこの辺水綺麗やね。そやね。すごいね。わあ綺麗。すごいこう水に恵まれてます。こういうところは米もお酒も美味しそうやね。あ、そうやね。うん、あ、地酒美味しかった。すりま。これはちょっとシュッシュしないといけないタイプです。絶対噛まれそう。この時間。うん。これはどこへ行くんですか。これです。これがその池です、ね。あ、これですか。意外にちっちゃいですね。なるほど。で、ここが水が青いです。あ、ほんまや。あそこのね、中にあったやつみたい。うん、わ、ほんまや、青い。うん、あ、外で見るとすっごい青いね。青い池です。わ、すごい。うん、なんかめっちゃ水きれいみたいな。これね。わあ、青い。なんで青いんだよ、不思議ないね。空の色が落ちてる。うん。あ、そうか。乾燥やから、絶対かな、これ。絶対乾燥。いっぱいいるけど、なんかいっぱいいるけど、そう。これタニシ？これ何？生き物やろ？この黒いのついてるから。もう。うーん、冷たい。気持ちめっちゃ冷たいです。うん。あ、あそこよりも冷たく感じるかも。これ入ったら冷たいやろね。そらここで、海ってこんなもんかな。山下暖かい。海はもうちょっと暖かいと思うけどね。これもう寒中水泳レベルの水なんでこんな冷たいやろ。でも、水泳やね、この1個当たるやん。これにつけて、この青さよ。
この辺りは赤くて、この辺りは青で、うん、広い敷地じゃなかったんですね。そう。なるほど。こじんまりですけども、あの水本当に飲みたいよね、うん。あそこで水道でこうやって飲んだらあかんのか。いや、僕あの先あの水飲みましたよ、池の。はい。メダカと一緒に。こうやって飲んだらあかんのかなと思って。はい。でもいいよね。うん、うん。組んで帰ってねぐらいのやろ。そう。ちょっと組んで帰りたい気分やねんけど。ね。なんかいらんの飲んでしまうとか。はい。やっとほんまに飲める水に。なんか犬が飼ってグビグビグビって飲んでそれに入れる。だから匂いが落ちるんだよな。うん。